アフリです。ということでやってきました。今日は3対2の練習をしていきたいと思います。はい、3対2っていうとね、レシーブの練習なんですけど、いろいろちょっと今説明しながら見せていきますので、よろしくお願いします。やっぱレシーブが上手くなる練習ですか？レシーブがとんでもなく上手くなります。もう見ものですね。お願いします。はい、いろんな方が協力してくれるっぽいです。あ、今日はいろんな人が協力してくれます。黒金のナナちゃんです。お願いします。3対2で、アタックレシーブなんですけど、レシーブが2で3なんですけど、見てください。今日の3の体勢はムエさんだ。ムエさんいた。ムエさんいた。ステロリーソビエタスムエ。そして前に2人という、前が2後ろが1という練習です。これ何がいいかっていうと、前が2人いるので抜けません、簡単にドライブが、うんうんうん、ね、ただ上げ続けちゃうと攻め続けられるんで、前がいる前提の中でドライブ勝負どんどんかわしたりとして、打って次の準備早くしたり、前と勝負しても怖くないよ、全部いないところに返して上げ続けるんじゃなくて、攻めに行ける体勢を作っていきたいと思います。レシーブが打って次打って次、上げ続けないでかわすドライブとか前衛と勝負できるっていうのは強みになると思うんです。この練習をすると良くなると思います。まあこういうのはね、実業団の選手もやったりとか大学生もやってると思います。3の形をね、後ろ2にして1っていうのももちろんあるんですけど、まあ、それよく見るかなと。あの後ろ側に確かに前2人はあんまりいない。あ、ムエさんいた。あ、ムエさんという形でやったのが今日の練習でした。はい、いや、めっちゃ参考になりました。ぜひやってみてください。以上、チャンネル登録と高評価のほどぜひお願いします。以上、アフリでした。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。